またずんだ餅なのだ。たまには家庭料理が食べたいのだ。ずんだ餅も家庭料理だよ。そうだけど、そうじゃないのだ。僕は今ニコニコ動画で開催されている家庭料理祭に出てくるような料理が食べたいのだ。ずんだもん。このままじゃ生まれてしまう。家庭料理モンスター、家庭料理くれー。それじゃあ早速家庭料理を作っていくぞ。誰？ひどいじゃないか、アズンコ。僕とズンコとズンダモンは同じパッケージで売られていた。いわば家族は。今日こそズンダ餅以外の料理を作ってくれるのだ。もちろん。今日は私の実家でよく出たお好み焼きを作っていきます。母が大阪生まれでね、よく作ってくれたのよ。楽しみなのだ。それじゃあ材料紹介。焼きそば。なんか麺入っとった方がお得やん。なるほど、関西人っぽい理由なのだ。知らんけど。知らんのかい。お好み焼き粉と水を混ぜます。お好み焼きセットなんて使っていいのだ。どうせ母さんも小麦粉で作ってたりしないから。キャベツもあらかじめ千切りされたもので、ホットプレートに生地を引いたら。なんか生地ドロッとしてないのだ。レシピには水 120ml って書いてあったんだけど、パッケージには 160ml って書いてあるのだ。よく見たらレシピと違う商品じゃないですか。やだ。どうしようもないので適当に具材を乗せて、温度を上げて生地を少しかけひっくり返します。パリパリしてるのだ。あとは別に作っておいた焼きそばの上に生地を乗せ、焼いた卵を乗せてひっくり返して、あとはソースと青のりで見た目をごまかして。ごまかせたのだ。まあ味はいけるはずだから。いただきます。うまいのだ。焼きそばがあることでボリューム感があって食いごたえがあるのだ。お母さんが作ってくれてたのとは少し違うけど美味しいね。ごちそうさまなのだ。ところで、何か忘れているような。気のせいじゃないかしら。家庭料理くれー。